この番組では文学に興味のある方がより読書を楽しむために物語の流れをアニメでわかりやすく解説しています今回のテーマは「素性を隠さない自分らしさとは」です皆さんこんにちは。 今回はドイツ系ユダヤ人の作家フランツカフカの変身という作品を解説します。現実にありえない奇妙な事件をさも日常であるかのように淡々と描いていますが、半分自伝的な背景も見え隠れしていて、様々な解釈で読むことができる不思議な作品でもあります。故郷を失ったユダヤ人の子孫である著者フランツカフカが、 当時ドイツの占領下だったプラハで生まれ育ち、キリスト教徒としてユダヤの地と宗教を隠して生きることを強要する家族とのわだかまりが暗示されていると解釈する研究者もいます。例えば、物語の中で父親が投げるリンゴの意味は、聖書で楽園を追放されるアダムとイブが、主である神から死を与えられるシーンからなぞらえられているという解釈です。 主な登場人物は4人の家族。営業マンとして会社勤めをしているグレゴール・ザムザ。気がかりな夢から目が覚めると、体が人間サイズの毒虫に化けてしまっています。そんなグレゴールを気にかけて、部屋に来ては様子を伺う妹・グレーテ。商売で失敗し、多額の借金を残して、息子・グレゴールの稼ぎに頼ってきた父親と、 息子、グレゴールへの愛情は持ちながらも、毒虫に変わり果てた姿に嫌悪感を拭えない追い目で苦しむ母親です。毒虫に変身してしまったグレゴールは、世間は愚か、家族ともコミュニケーションが取れなくなっていくのです。出勤前のある雨の朝、 目が覚めると自分の体が寝床で大きな虫に変わっていることに気がつく布生地の外交販売員、グレゴール。つい先日、雑誌から切り抜いて額に入れておいた毛皮の帽子をかぶっているご夫人の絵も壁に飾ったままになっているし、どうも夢ではなく現実に起こっている出来事なんだと理解し始めます。しかし、仰向けにひっくり返った状態で数多くの細い足をどれだけもぞもぞ動かしても、 体を起こすことができません。5時に出発する電車に間に合うよう、4時にセットしておいた目覚まし時計もならず、時刻はすでに6時半。グレゴールは起き上がることを諦め、なぜ外交販売員という気苦労の多い今の仕事を選んでしまったのか。だけど、いくら不満を言ったところで、商売に失敗した両親の借金を返すまでは会社を辞めるわけにもいかないし、とため息をついていると、 時計の針は6時45分を指し、母親が部屋の扉をノックして、グレゴール起きてる仕事は大丈夫なのと優しく呼びかける声がします。グレゴールは返事をしようとしますが、うまく声が出せません。物音でグレゴールがまだ出勤していないのを確認した母親が部屋の前から離れていくと、しばらくして今度は父親が部屋の扉をノックし、 妹も、兄さん、気分が悪いのここを開けてよ。と心配そうに呼びかけてきます。それでもやはりうまく声が出せないようだし、部屋の鍵は開けたままにしていたので、グレゴールが返事をしないままでいると、家族はまた朝食のテーブルに戻っていきました。いずれにせよ、グレゴールはまず起き上がらなくてはならないのですが、この体では裏返るしか方法はなく、 父親と女中が少し手を貸してくれるだけで床に着地して動けるのに、なんて考えているところで玄関のベルが鳴ります。訪ねてきたのが勤務先の支配人だとわかると、不安になったグレゴールがベッドからひっくり返るように転げ落ち、大きな物音を立ててしまいます。心配になった家族が支配人を連れてグレゴールの部屋に近づき、支配人さんがお見えになって、 なぜお前が今朝電車に乗って仕事に行かなかったのか直接お話ししたいそうだと話しかけてきます。父親が扉をノックし妹グレーテのすすり泣く声が聞こえてくるもののグレゴールには返事ができません。我慢ができなくなった支配人の口からグレゴールの介護がほのめかされます。なだめる家族が支配人の前で扉を開け 部屋の中にいる大きな毒虫を目の当たりにすると、全員が驚きのあまり後ずさりします。母親は恐怖で悲鳴を上げながら廊下でへたり込み、パニックになった支配人は逃げ出す始末。戸惑うグレゴールは、わめいて逃げる支配人に追いすがろうと、もぞもぞ這い出しますが、ステッキを振り上げて追い立てる父親によって、再び部屋の中へ押し戻されてしまいます。 その日以来、グレゴールは部屋の中でひっそりと暮らすようになります。妹のグレーテは、そんな毒虫姿で部屋から出られなくなった兄のために、食事の差し入れや部屋の掃除など、献身的に世話をします。バイオリンが上手な妹を音楽学校に入れてやることができなくなった上に、こんな姿になって面倒まで見てもらっているのを心苦しく思いながらも、どうすることもできないグレゴールは、 一日中ずっと窓の外を眺めて過ごし、妹が部屋に入ってくるときや寝るときなどは、寝椅子の下に身を隠します。扉越しに聞こえてきた家族の会話だと、グレゴールが働けなくなった今もしばらくの生活をするための蓄えはまだあるとのことでした。グレゴールが再び人間の姿に戻ってくれればと願う両親は、世話をしているグレーテから息子の状態を聞きながらも、 一家の稼ぎ頭を突然失ったショックと、息子のおぞましい姿をまともに見れない思いから、同じ家の中にいながら、グレゴールには会おうとしません。やがて、グレゴールが壁や天井を這うことに慣れてきたと気づいたグレーテは、邪魔になる家具をどけてやろうと、新しい勤め先を見つけた父親が働きに出ている隙に、母親に協力してもらいながら、 机やタンスを部屋から運び出します。グレゴールは作業の邪魔にならないよう気を使って身を潜めますが、ふと自分が人間だった頃の品まで取り除いてしまっていいんだろうかという思いを抱きます。そして壁にかかっていた雑誌の切り抜きの絵にしがみつき、その意思を二人に伝えようとしますが、そのおぞましいグレゴールの毒虫姿を見てしまった母親が恐怖のあまり気を失います。 仕事から帰宅した父親がこの事態を重く受け止め、天井や壁を這い回っていたグレゴールの前に現れると、食器棚の果物皿からポケットいっぱいに詰め込んだリンゴをむやみやたらに投げつけます。そのうちの一つが背中に命中して突き刺さり、グレゴールは気を失ってしまいます。父親に投げられて背中にめり込んだリンゴが致命傷になり、グレゴールは一ヶ月も苦しむことになります。 その間、家族は切り詰めた生活を強いられながらも、母親と妹のグレーテも新しい働き口を見つけ、グレゴールの世話は半ばないがしろにされた状態でした。その上、新しく雇い入れた大柄の女中が偶然目にしたグレゴールのおぞましい姿に動じることもなく、むしろ彼を下げすみの対象としてからかうために、部屋へ入ってくるようになります。また、 家の中の一部屋を三人の紳士に貸し出したために、グレゴールの部屋は邪魔な家具を押し込めておく物置になってしまいます。ある日、今で過ごしている三人の紳士からの要望で、妹のグレーテがバイオリンを演奏します。グレーテが奏でる美しいバイオリンの音色に感動したグレゴールは、ついうっかりと部屋から這い出て今に来てしまいます。 毒虫になったグレゴールの姿を客人に見られたくない父親は慌てて三人の紳士を部屋に戻そうとしますが、かえってそれが無礼だとして彼らの怒りを買ってしまいます。三人の紳士は即刻こ,この部屋を引き払い、借りていた下宿代も払わないと主張します。失望する両親に対してグレーテがもう兄ではなくなってしまった毒虫のグレゴールを見捨てるべきだと提案すると、父親もその意見に同意します。 痩せ衰えていくグレゴールが自分の部屋に入るや否や妹のグレーテが大急ぎで扉を閉めて兄を部屋に閉じ込めると非常にもやれやれだわと言って外から鍵をかけてしまいます生命力が尽きてしまったグレゴールは背中に刺さっている腐ったリンゴの痛みも感じなくなり遠くで夜明け前の惨事を知らせる教会の鐘が鳴っているのを聞いていました 翌朝、ドアの隙間から持っていた長いうきで動かないグレゴールをついた大柄の女中は彼が死んでいるのを確認すると、そのことを家族に大声で知らせます。父親はこれでやっと神様に感謝できると言い、母親や妹もそれに倣って感謝の祈りを捧げて、干からびたグレゴールの死体を見下ろします。朝食の支度を忘れられていた三人の紳士が、 大柄の女中に講義をしに行くと、案内された部屋で放置されているグレゴールの死体を見てしまいます。そして、制服姿の父親と、両隣に並んで腕を組む母親、グレーテの3人が現れると、父親が3人の紳士に対し、今すぐこの家から立ち抜くよう要求します。3人の紳士を外へ送り出すと、ザムザ一家の親子3人は、すべての問題が片付いたように、 それぞれが勤め先に欠勤届を出して電車に乗り散歩に出かけます。誰もいない車内で会話をするうちに生き生きとしてきたグレーテを見て、両親は善と有望な娘の明るい将来を確信したというお話でした。こいつがわしたちのことをわかってくれさえしたら、と半ばは問いただすように父親が言った。 妹は泣きながら激しく手を振った。そういうことはありえないという意味なのである。